では初日ジュニアレース走られます佐賀の山田洋平選手です。よろしくお願いします。お願いします。前走、宮杯ですね、少し残念な結果でしたけども、振り返っていかがでしょうか。まあ、感覚的には重かったんで、まあ、結果ももうちょっとついてきてほしいなっていうのはありました。その感覚が重かったっていうのは、その体の面なのかセッティングがどうとかっていうのはあったりするんですか。まあ、体の面だと思います。体の面、はい、今回、9日、まあ、10日ほど空いて体のケアを中心的にやったっていう感じでしょうか。はい、ちょっと練習量を落として体のケアを多めにやって、まあ、今回どういう状態なのかなっていうとは、まあ、走って確かめたいと思います。今回特選なんですけども、九州勢は一人ということで、同期の脇本さんが、まあ、一人なんですけども、そこはどうなりますかね。お世話になったんですけど、まあ、これからを考えてちょっと自分でやっていくレースを増やしていこうかなと思って別で行かせてもらいます。短期で戦われるということです。はい、でそのもう少し自力でいろんなレースをしていきたいっていうのがあるってことですか。まあ、そうですね、はい、やってみてどうかっていうのをまたやっていきたいと思います。わかりました。では、最後に意気込みをよろしくお願いします。頑張ります。応援してください。